ぜ。さあ、ということで、やっていきましょう。こちらキャンプルジムの、青木というね、やつに挑戦していきたいと思います。ようこそキャンプルジムへ。ベリーですね。はい、当ジムリーダー、ジムテスト、アネサジムテストは秘密のメニュー、宝食堂に秘密メニュー注文すること。なるほど、常連さんの話だね。はいはい、了解で了解で。さあ、ということで、ここからだるいだるい、多分ポケモンバトルと情報収集が始まります。あ、止まったよ。焼きおにぎり2人前、大文字、レモン、なんだ、え、これが秘密のメニューか。人全員消えるのね。合格。青木さん、出番だよ。本当にサラリーマンじゃん。どうも、自分がチャンプルジム配属、ジムリーダー青木です。ジムテストお疲れ様でした。この店は焼き鬼にが見舞いです。ゾーンばかりすると女子に怒られますので、勝負を始めましょう。まあ、やる気のないジムリーダーですね。お世話になります、青木です。何卒よろしくお願いします。根っこやな。ムーンフォース、素晴らしい。ムーンフォース、昼寝はまずいね。昼寝はまずい。うん、うん、まあ、メイン様様ではちょっとね、しんどいね。うん、痛くもかゆくもないね。うん、怒りたいね。いや、マジ、深夜テンションなんで、ぶん散らないでいきますよ。痛くもかゆくもないって話ですよ。よし、メイン様。よし、ムーフォース。両親に詰められるよりかはまだまだ余裕がありますね。どうせ相手もテラスタルで来るでしょうから、私もテラスタルで。テラスタル鉄の武人で。なかなかやりますね。ワーディソウルスで。これ青さ、シャチッとしなさいよ。アブゴのお客さんが持ってるよ。いいとこ見せてちょうだい。
してますかね。エラスタローグだ。おー、テラスタルね。鉄の無人？何してんの？鉄の無人？なんだ、お得意の技。カナディンキー。おお、強いね。なんで？カナディンキー。ほい、よし、目覚ました。鉄の無人ムーンフォース。外せ外せ外せ。うん、当たっちまった。まあいい。リーフブレード。よし。リーフブレード。うん、何しとんねんお前。エクスレグリか。虫食いで。エクスレッグ何してんの？エクスレッグ、エクスレッグ何してんのお前。マリルリ。アクアジェット。マリオリー、マリオリー。言うこと聞かなすぎる。頼む、あと少しなんだ、あと少しだから頼むから頑張ってくれ。ねえ、10万馬力は？10万馬力やってくるでしょ。10万馬力。しゃあない。鉄の無人で片付けるか。言うこと聞かなすぎる。あと少しなんだよ、頑張ってくれよ。ムーンフォース。くそ。逃げられないの。ムーンフォース。来た。あ、よかった。
ぱい食わされました。並々ならぬ強さですね。思わず無表情になりました。自分の盾なのでバッチを落とすのですが、戦ったら腹が減りました。よければ一緒に一杯どうですか。多いな。18が3つあればレベル35までのことも捕まえやすいということを聞きます。あなたのような元気な子には必要なそうですが、こちらもどうでしょう。うん、から元気。はい、ってことで、はい、いや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 、青木も勝てましたね。え、あ、あ、誰やねお前。四天王か。なんなんだあいつ一体。さあ、ということで、今回こんな感じで終わりにしたいと思います。青木との勝負すごかったですね。ということで今回こんな感じで終わりにしたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次のジムはそうですね、次のジムはここに行きたいな。ボールジムですね。ボールジムのコルシャというやつと戦っていきたいと思います。ということで今回こんな感じで終わりにします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは、せーの、バイバイ。